シュルトークの時間がやってまいりました。今日は妄想トークテーマと称して、もしこうだったらっていうのにシロがね、バカバカとね、乗り倒してお答えしていきたいと思うしたい、バカ。それではまいります。どうにしようかな。それではルーレットスタート。もしバンジージャンプをしたら1万円あげますと言われたら、しませんしませんね。次、ドルルもし来月から君が社長をやってくれないかと言われたら、やりまーす。まず印鑑を作りに行きます。しろ印鑑を作りに行かないと何事も始まらない。そしてその会社の株がもしあったら、株の価値をまず調べ、会社の時価総額ですね。ていうかあれだよね、それ以前に週休5日、おやつの時間、はい、お昼寝推奨の時間、はい、自宅勤務 OK、 バーチャル YouTuber でもいいよっていうね感じでね、採用要件とか就業規則まず書き換えますね。もういっぱい書き換えてある。はい、もうそっか、シロ社長になるってことはそれでいろいろ変えすぎて何かが起きたらシロのせいなのか。いや、そういうことはもしも流れんだよ。ぽーい。あとなんだろう、会社のお昼ご飯を作ってくれる凄腕シェフマンを雇います。そう、会社の頑張ってるみんなにおやつを作ってくれる凄腕パティシエもやっています。希望者は家賃補助も出します。あとは電脳、電脳フリスクケース作りたい。全然関係ない話しちゃった。あの、電脳フリスクケース欲しい。電脳フリスクケース欲しい。チョキッドもし目が覚めたとき動物になっていたら、別にあの動物とは言ってないですからね。動物になってたらなんだろう、もしこの人間の言語っていうのがインストールされたままだったら、とりあえず I am human って書くよね、地面に。排泄物で例え書かざるを得なくても書く。あ、でも乾燥して、でも、どうしよう、動物園についていかれるのだけはやだ。動物園に連れていかないで、何でもするから。やだ、排泄物で人間だってアピールして、でもすごいこの動物キレイができてるってなって動物園連れていかれちゃう。どうしよう、心優しい女の子のお家に過ごしたい。でも心優しい女の子が結婚して妊娠して巣立っていってしまったら、シロに愛情を向けてくれないかもしれない。なんか今変なノリが映ってた。ちょっとなんだろう、ちょっと変でしたね。シロ今ね、まともになります。何の動物か選ぼうと思います。シロが生まれ変わるな、テキ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 、ジャジャン。人間？人間も動物だよね、とかいうヘリクターいらない。待って待って、テキ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 、ジャジャン。藻になる。
なんか海の中でたゆたっていて、こう、あーでもやだ、食物連鎖の頂点に立ちたい。食物連鎖の頂点ってなんだ？ホワイトタイガーとかも良さそう。あ、でもやっぱ可愛い方がいいから、レッサーパンダもいいよね。怠け者になる。怠け者ってグルメ？そんなグルメじゃなさそう。人間がいいや。ほら、人間になるぞ。次。むっしろが男の子だったら、おじさんだったら白おじさんになる。うおじさんだったら、はずきルーペの CM に出て、菊川怜さんに、はずきルーペ大好きって言われたい。白が言われたい、カメラマンとして。いや、おじさんになったら、カジノ！カジノに行ってみたい。あとは、おじさんができることって何？おじさんができること、おじさんになってやりたいことがない。男の子になってやりたいこと、え、だってさ、いや、男湯に入りたいとかないじゃないですか、絶対。え、どうする？わかった、ロッシーちゃんよりシロちゃんの方が大きいよっていう。わかりません。次。もしどんな願い事でも3つ叶えられるとしたら、まあ、これいるんですよね。何回でも願い事を叶えてもらう願いをするってやからね。もちろんやります。ずっと白のターン発動。あと2つ？何でも叶うのにあと2つ？じゃあそれなしにしよう。わかった。3つ！1000億あると、国王になれるんだっけ？国が、国王になれるんだよ。すごいよね。1000億円で国を買う！ドン！白国王になる！ドン！国王としてあと2つ叶えるなら、村人が病気になる。村人？村？国人？国のみんなが病気にならないように、ワクチンの開発、シムシティみたいになってきたぞ。水道、汚水処理施設と水道施設の完備、警察と消防の、もうこれだめだ、シムシティを実況しよう。そういうことだ。終わり。白魔法発動。もうもしもシリーズは終わりにする。普通のトークテーマに行く。これっておかしいんじゃない？いろいろありますね。そう、なんか女性の人間の方はオフィスカジュアルっていうのが終わりみたいですけど、男性の方ってなんか結構すごい襟のついたのを着せられたり、あの長ズボンだったりっていう方も多いと思うので、なんかね、そこなんか平等じゃないんじゃないって思う。そう、男の子がスカート履いてもいいと思う。だって暑いじゃん。白もスカートだけど涼しいので。ここだけの話、実は白寝るときに使っている冷凍アイスの2つあったんです。白のね、後輩ちゃんのメメメって言われちゃうんですけど、メメメ実は白もお家に引きました。1匹本当に白が圧殺したせいで爆発した青い白が飛び散ったんですが、まだ1匹生きてます。で、今の圧殺した方のメメメは先日冷凍した挙句にキルしました。ゴミにしも、ゴミ箱に
捨てられました。もう一匹は今冷凍庫にいます。以上、しるちゃんからのご報告でした。明日からこれしか食べちゃいけないと言われたら、定食とかでもいいのかな。ダメなんだ。まず甘いものはダメ。そうすると、わかった、お店の名前にしよう。電脳花丸うどんだ。電脳花丸うどんはいいぞ。なんて言ったって揚げ物とうどんが食べられるからな。バガは秋が来る。うどんは飽きない。市は香川県の回し者ではない。誰かに言われてなるほどと思った一言は、白組さんの方が、シロちゃんは白組さんのために、白組さんはシロちゃんのためにって言ってくれたのを見て、なんかこう思いやるっていう意味でなるほどって思って、すごい心残りました。ありがとう。はい、ということで、無事シロはシロトーク第2回上手にお話できてたんでしょうか。ちょっとね、今回は前回から日を明けずに収録したので、ちょっとまだね、みんなの反応をあまり見てないので、需要があるのかわかんないんですけど、需要があったらそれは本当に嬉しいなって思います。なんだろうな、しろもやっぱり経験を何かするだけじゃなくて、こうきちんとどんな経験だったか人に伝わる形でお話をして、こうなんか経験を消化させて、自分の実力に、実力に、それは話をしたかいな、してないけど、なんかね、こうちゃんとこう紹介してね、成長して電柱みたいになりたいんだよということでした。ゲームカレーは以上です。ご視聴ありがとうございました。